ユニコーンはイギリス海軍の航空母艦。同系艦はない。航空機補修施設を内部に設け、艦隊に随伴して航空機の補給や修理を行うことを目的とした航空機補修艦として建造された艦だが、第二次世界大戦中には空母としても運用された。1930年代にイギリス海軍の研究で海軍航空隊が使用する航空機において、 長期作戦時の航空機の損耗率が意外に高いことが判明した。このため、イギリス艦隊に随伴して航空機の補給及び修理にあたる航空機補修艦として建造が承認されたのが本艦である。その能力はイラストリアス級航空母艦3隻分の支援能力を持たされ、艦内には作業場と3万6000ガロンの航空燃料を含む 必要物資が搭載された。ベルファストのハーランドウルフ社で建造された本館は第二次世界大戦中の1943年に収益し修理を呼び補給任務に配属されたが空母戦力を補うために関西機を搭載して航空支援任務に就いた。1943年末に再び補修艦に戻ってインド洋で活動した。 1950年代に朝鮮戦争にも参加した。1944年にセロ論軍港で取られたユニコーンとイラストリアス。甲板の低い正規空母と航空修理施設を内蔵する本館との違いがよくわかる。その設計はイギリス海軍の空母で対戦機に設計された。本館はアークロイヤルの影響を大きく受け。 飛行艦板を延長するため、エンクローズド・バウト・大型のアイランドと、艦尾からオーバーハングした飛行艦板工部を持っていた。この時期のイギリス空母は、ドック能力の関係で全長を抑える代わりに、復元性を重視した幅広の船体が特徴であった。その中でも本艦は、航空機修理施設を艦内に収容する、必要性から高速性よりも、 容積を重視したため166メートルの全長に、比して全幅は27メートルもあり、縦横比は、イラストリアス級の7.0から7.2に対して、ユニコーンは6.14という戦艦に匹敵する、数値であった。その一方で、飛行艦ョ長は195.1メートル24.4メートルで、イーグルと同等の長さがあった。また、 本艦の設計時にはイギリス海軍は関西機を半数をアメリカからの輸入で賄っており最終的に関西機の64%がアメリカ製であったこのため本艦やコロッサス級航空母艦の格納庫及びエレベーターはアメリカ製の関西機を搭載可能とするためにアメリカ軍の規格で設計されたこのため格納庫の高さは イラストリアスの4.9メートル、インドミタブルの4.3メートルに対して、本級は5.0メートルに拡大した。また格納庫は2階建てとなったために水薦面から、飛行甲板の高さが、イラストリアス級が11.6から12.6メートルに比して14メートルもあった。1950年代に、サセボで取られた、ユニコーン。背後の間は、軽巡洋艦。 ジュノー、航空母艦、バリー・フォージ、レーテ。工作艦、ヘクターと重工作艦、ジェイソン。船体構造は、水面から還元までの高い設計であった。水面から傾斜した艦首から、航空規格濃庫がせり上がるエンクローズド・バウと呼ばれる、形状を受け継いでいた。飛行艦板の艦首には、カタパルト1機を内蔵し、 船体中央部に四角形のエレベーターが前後に一機ずつの、計二機が配置された。飛行甲板右辺部に環境と煙突が一体化した、アイランドが設けられ、環境と煙突の間に三脚型のシュマストが立つ。アイランドの背後に関西機や関西機の要衝のために、クレーンが、片元一機ずつ、計二機がつく。関西艇は格納庫の下に収容スペースを設けて、 搭載され、小型のボートは、アイランドの下に吊り下げられた。武装は、飛行艦板を阻害しないように配置され、主武装の1 0 2トル広角砲は棒立ての、ついた、連装砲がで原則に砲座を設けて、片元2機ずつの、計4機が配置されていた。他の近接火器として4トルポンポン砲は4、連装砲がで4機と、エリコン2トル機関砲を搭載した。 当初はダズル明彩を採用していたが、1950年代には灰色の単色塗装に改められている。1943年に大西洋で撮られたユニコーン。本艦の水線部は末端部で 51mm、中央部は 76mm 装甲のほか、耐水雷隔壁には 36mm 装甲が貼られていた。 主パンに 51mm 装甲が貼られていたが、これとは別に飛行パンに 51mm 装甲が貼られていた。機関は、この時期のイギリス海軍艦艇で広く採用された、アドミラリティ式重油戦勝三道艦四機と、パーソンズ式、ギラードタービン二機で、最大出力4万馬力機で、速力24.0ノットを発揮した。機関室は、 横隔壁で4つに分けられ、ボイラー室には1室あたり、ボイラー2機ずつの計4機が搭載され、完備側にタービン2機を配置する様式を踏襲していた。1945年に取られたユニコーンとイギリス太平洋艦隊。1943年3月24日、3個船隊がユニコーンに乗艦し、クライドアンでの着艦訓練を呼び、 本国水域での対戦作戦に従事した。1943年6月8日、本国艦隊に配属されたユニコーンは、イラストリアスと共に、ノルウェー北部への総当任務に向かい、7月上旬に帰還した。航空機修理艦として意図されたにもかかわらず、ユニコーンは1943年8月には、艦隊空母として運用されることになった。ユニコーンは、 連合軍のサレルの上陸作戦であるアバランチ作戦を支援するイギリス海軍空母、召喚隊、フォース部位に配属された。フォース部位は護衛空母のアタッカーバトラーハンターストーカーから構成され、フィリップ・ビアン提督に引きられた。この任務は陸軍指揮官からの依頼で2日から5日間に延長された。護衛空母から発艦したシーファイアに関する特別の問題があった。 これらの空母は低速力であったため無風状態での着艦には危険が伴った。多くの機体が敵との交戦よりも着艦ミスで失われた。180機あったシーファイアは任務の終了までにちょうど30機まで減少した。アバランチ作戦の後、ユニコーンは再び修理補給任務に戻り航空機の修理、輸送、広報支援を担当した。 1951年にサセボで取られたユニコーン。1943年12月から1944年前半までにユニコーンは極東に派遣されビクトリアスの到着の遅れに伴い再び艦隊空母としての任務に従事した。ユニコーンはオーストラリアへの移動海軍航空基地の設置を支援した。それらはイギリス海軍及び他の 帝国海軍が独自に太平洋で活動するために必要であった。第二移動海軍航空基地の先発隊は16機の航空機とともに1944年12月、シドニーのオーストラリア空軍、バンクスタウン基地にユニコーンから陸揚げされた。これらは先発隊とともにオーストラリア空軍の支援を受けて構成された。第二次世界大戦後に、 ユニコーンは退役したが、朝鮮戦争の勃発に伴って、最終役した。1950年6月から1953年10月までの間に、ユニコーンは、韓国水域で、イギリス海軍を呼び、イギリス連邦軍の空母を支援した。しばしば、ユニコーンの関西域が戦闘に参加した。ある時は、対空火器である10.2センチメートル。 連装攻格砲で朝鮮人民軍の陣地に艦砲射撃を行い、他の空母よりも最も敵陣に接近した空母となった。ユニコーンは1953年11月17日に退役し、1959年にダルムアで装備を取り外された上でスクラップとして売却され、1960年3月にトゥルーンで解体された。ありがとうございます。